皆さん、こんにちは。少年隊の植草克秀さんが9日、東京都内でディナーショーを開催。サンケイスポーツの取材でメンバー、東山紀之さんへの思いを語りました。性加害問題で揺れるジャニーズ事務所の社長として、苦境に立つ盟友に、いつもの東でいればいい。そんなに無理しなくていいよ、とエール。再び3人で歌いたい。との質問には、やった方がいいでしょと微笑みました。ショーでは君だけになど少年隊の名曲を熱唱し、これからも王道でいきますと歌い続けることを誓った。かっちゃんだからこそ届けられる言葉だった。1982年の少年隊結成から41年、苦楽を共にし、現在は古巣のトップとして苦境に立たされている盟友を思いやりました。偉そうなことは言えないけど、若い時から一緒にいるから俺はいつもの東でいればいいと思う。今は一番辛いんじゃないかな。そんなに無理しなくていいよ、と言葉をかけました。少年隊は1982年に錦織一世さん、東山紀之さん、植草克秀さんの3人で結成しました。85年のデビュー曲仮面舞踏会はオリコン初登場1位、 TBS 系音楽番組ザベスト10では6週連続1位に輝きました。代表曲は君だけに、 ABC、 じれったいねなど多数。ミュージカルプレイゾンは主演通算公演が957回、観客動員数は138万465人に上った。2020年末をもって錦織さんと植草さんがジャニーズ事務所を退所しました。植草さんはその後歌手業を中心に活動、東山さんはドラマや舞台に出演してきましたが、ジャニー喜多川元社長の性加害問題を受け、先月5日付で窮地に追い込まれた事務所の社長に就きました。植草さんは前日8日のディナーショーで少年隊のラストシングル「そう」と歌い、涙腺が崩壊。チェンジ、白い心でみんなで向き合おう、今ならできるはずさなどの歌詞が現状とリンクし、いろんなものが込み上げてきて泣いちゃったと振り返りました。9日も同曲や「参ったね」、「今夜」、「ABC」、「デカメロン伝説」など名曲がずらり。セットリストを組む際、3人で歌った音源を聞くと、やっぱり迫力が違うんだよね。誰よりもグループの力を理解していました。これまでコーラスと歌い分けていた代表曲「君だけに」は全パートを1人で熱唱、最後は3人のフィンガースナップ映像を流し、楽曲は「僕たち」にとって宝物、ずっと歌って皆さんに届けたいと誓いました。東山さんは社長就任に伴い90歳までステージに立ち続けるという夢を諦め、年内をもってタレントを引退。上演中のチョコレートドーナツが最後の出演舞台となります。植草さんはもともとプレイヤーなんだし、今は違ってもいずれそういう時が来たらやりたいと言うかもしれないと夢を持ち続けることの大切さを説いた。ジャニーズ事務所は性被害者の補償が終われば廃業する。それでも俺ら3人でやってきた歴史は消えない。僕らの先輩たちも悪いことじゃないし残さなきゃいけないと言い切りました。将来的に3人で再集結して少年隊としてステージに立ちたいと聞くと、そりゃそうでしょと即答。今は東、錦織と3人3様でやっているからそれでいい。でも俺は辞めたら踊れなくなる。今年57歳になってもここまでできるのはずっと昔からやってきたおかげ。それまで一人で続けて王道を行くよとメンバーと踊る日を夢見て宣言しました。この日もステージで目に光るものが見えた気がしたが、本人はどうだろうねとにやり、ここから仕切り直して頑張るよ、そう語る表情はファンと同じ満面の笑みでした。10日に発売するミニアルバムのタイトルでもあるポラリスや自身作詞のレター、新曲 100% のラブソングなどソロ曲も披露。客席の間を縦横無尽に動き回り、正面、中央、バックの各ステージで歌い踊り、限界までやり続けますとファンに約束しました。夜公演では12月3日に名古屋観光ホテル、同23日にグランドプリンスホテル大阪米でディナーショーを開催すると発表。元光源氏の佐藤博之さんと山本純一さんによるユニット2つの風がゲスト出演しました。
創業者の子ジャニー北川氏の性加害問題を受けて、ジャニーズ事務所は9月7日に東京都内で会見を開きました。ジャニー氏亡き後、代表取締役社長を務めてきた藤島ジュリー景子氏は性加害の事実を正式に認め謝罪、同5日付で新社長に就任したという。少年隊東山紀之さんは年内をもってタレント業を引退することを発表した。そんな東山紀之社長の主演舞台チョコレートドーナツの初日公演が8日行われました。20年の初演に続く出演で、東山社長にとってタレントとして出演舞台がラストとなることが濃厚。同事務所の性加害問題に揺れる中、騒動には触れることなく初日を演じ切りました。劇場には開演1時間以上前からチケットを持つ多くのファンが訪れ、舞台の電子看板などを名残惜しそうに写真に収める姿も。当日券販売にも整理券を持つ客の列ができていた。40年来のファンだという60代女性は、最後になるかもしれない姿をしっかりと目に焼き付けたいと語りました。鑑賞したファンによると、会場では最後に満員の客席からスタンディングオベーションが起こったといい、涙を見せるキャストもいたという。東山さんをはじめ同事務所のファンだという60代女性は終演後、良い舞台でした、東山は言葉はなかったですけど、それで良いと思います、思いは伝わってきました、頑張ってほしいです。50代女性はもう少しタレント活動を続けてほしかったかなとは思う、でもこれからも応援しますと話しました。東山さんが重要な決断を下した中、少年隊錦織一世さん、植草克秀さんは第二の人生を謳歌しているようです。少年隊は85年12月12日に仮面舞踏会でレコードデビュー。ハイレベルなダンスとアクロバットでファンを魅了し、ジャニー氏が自身の最高傑作と口にしていたほど唯一無二の3人組です。8年には23年間も続いた主演ミュージカルプレイゾンが閉幕。以降少年隊は活動休止状態となってしまい、3人が揃う機会はなくなりました。そして20年12月末をもって、植草さんと錦織さんがジャニーズ事務所を退所。デビュー35周年の日にあたる12月12日にベストアルバム少年隊13フォースアニバーサリーベストをリリースしましたが、グループで音楽番組に出ることもなく、ジャニーズ最後のラストパフォーマンスなどは叶いませんでした。ただ少年隊の場合は解散とは明言しておらず、その屋号自体は残しています。多くのファンは将来的な再結成に期待を寄せていたが、前述の通り東山は年内で表舞台から身を引くと宣言。メンバー全員が芸能活動を続けている限りは希望を持てたものの、東山さんの社長業専念により事実上の解散は決定的となった。東山さんの引退まで残りわずかな時間しかありませんが、果たして少年隊再結成はできるのでしょうか。今後もジャニーズ事務所や少年隊、東山さんの動向に目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。